はい、皆さんこんにちは、どうもガチーモです。現在僕はね、エレクトロニックアーツ、EA さんにね、招待していただいてアメリカのサンフランシスコにいます。で現在は、最終日の朝ですね。ちょっと雨が降ったのか道路が濡れてる感じがしますが、天気はね、あんまり よろしくないあんまりよろしくないです。まあ、こっちはね、日本よりもちょっと寒い感じですかね。もうセーターとかコートが、必要なのかなと思います。まあ、日中はね、日差しが出てるとかなり暑いんで、だからその寒暖差が暑い、寒暖差がかなりあるんで、体調管理にはね、気をつけておかないと、もうすぐにね、風邪をひいちゃう、まあ、そんな感じのね、ところですね。でね、ここ数日間、招待していただいて某イベントに、ね、参加してきたんですけども、もうゲーマーとしてね、本当にもう最高の経験をさせていただきました。もう一日一日がね、本当に素晴らしい、体験ができて、もう今後につながるようなね、経験をさせていただくことができました。本当にね、これはもう皆さんのおかげなんで、いつも応援してくれる皆さんがいて、もう このようなね、場所に呼んでいただくことができるんで、本当にね、いつも感謝しております。ありがとうございます。でなんでね、僕はこのなんか道で動画を撮っているのかというとですね、皆さんに見せたかった、皆さんに見せたかったんですよ。これは前方に見える建物、何かわかりますか皆さん。ちょっと見えてきたんじゃないかな、正面にもうこれ感動ですよね。もう僕びっくりした。もうアメリカサンフランシスコ、イベント会場がサンフランシスコにあるんやなって思ってたんですけど、そのイベント会場がまさかの家、ヘッドオフィス、これ本社ですよ。もうかなりね、なんやろな、もう昔から自宅で楽しんでたゲームの本社に来れるなんて、もう何ですか、もう夢が叶ったとしか言いようがないじゃないですかでこの奥の建物がね、EA 本社なんですけども、かなりね、建物数があります。だからもう完全にね、道に迷っちゃいますね。まあ、中に入ったんですけど、ものすごい、なんだろうな、タイタンフォールのモニュメントだったり、シムズだったり、ドラゴンエイジだったりね、いろいろあるんですよ。もうかなりね、その EA タイトルが好きな人にとってはもう最高の場所、まあ、もちろんそうですよね、まあ、本社だから本社だからもう最高の場所ですよね。もうとりあえずこれがね、皆さんに見せたかった。で、数日間ね、ここで、イベントが開かれてたんですけど、もうなんだろうな、最高でしたよ。とにかく最高やった。もう最高しか言いようがないよねだから感極まるとさ、シンプルな言葉しか浮かばなくなっちゃいますよね。まあ、感極まらなくてもシンプルなことしか浮かばんか、僕の場合はなんか泣いてるカラスか。いやー、これがね、ほんとみんなに見せたかったんですよ。いやー、僕もちょっとね、震えましたからね、内心内心ね、もういろんな人にもう夢叶いました、もう伝えちゃったわ、もう嬉しすぎて。ということで、まあここら辺でね、動画終わりたいと思います。EA の本社に来たぞと、夢が叶ったぞという動画でした。そして最後に飛行機が飛んでしまうと、まあ、空港が近いんでね、もう小型機がもうブン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 飛んでますからね。ということで、僕もそろそろ、日本に帰りたいと思います。ではでは、またです。ガチョツ、ガチョツ、またね、ガチョツ。